思い出のさ、思い出のあれがあるんだよ。僕ライブに持ってきたいんだよ。思い出のあれ、思い出のあれ、私も行きたいけど遠くて、遠くて無理なんです。ストーブリのことが大好きなんだけども、あれ見たいんだけども私無理なんです。その夢叶えて死んぜよ。この私が巨大になって持ち運びたいなと思う。でかい。見上げてる、見上げてる、見上げてる。ということで叶えてくれたでござるよ。なんとですね。どういうことなんですか。どだんだんだだん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 、こちら、あの、池袋にありました巨大ストプリオブジェをアリーナツアーに連れていくぜ。あれを、あの光るやつを、待てよ、あれを、持ってっちゃうよ。ガチ、もういろんな、いろんな力を使ってね、やっぱ見たいっていう子いるからね。そう、私池袋はさすがに遠くてっていう子たちにもアリーナに来てもらえればこちら見れるので、ぜひ皆さん、はい、会いに来てください。みんなの思いが叶ったぞ、叶ったぞ。見たいというこの気持ち伝わってるからな。もう巨人のコロンちゃんと叶えました。君たちの思い、ありがとう、ありがとう、だぞー。いいの隠れてる巨人のコロンさんを、でかすぎて、失礼しました、ちっちゃくしまーす。ありがとうございました。短い期間でさ、しかも東京だけだったから見れなかったって子も結構ね、ツイッター見てていたから。そうだね、これね、アリーナツアーで連れてけるのはめちゃめちゃ嬉しいし、僕も見たい。各会場で写真撮るわ。トロ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 、皆さん、はい、アリーナツアー来てください、よろしくお願いします。お願いします。ファンの方がですね、ライブに行くときにこれをやればみんなで楽しめるという開放があります。何なんだ、絶対やるしかないやん、それ。やるしかないね、それ、うん、それはですね、帽子にバッジをつけていく。バッジを、これなんでですか。今年はですね、頭がテーマなんですよ。頭が、はい、なので、なんか帽子にこうアレンジしたりとか、頭皮マッサージしたりとか、何か頭にいいものを使うと運気がアップするっていう。なるほど、それもやってもいいし、まあ、ライブ行く時には帽子にバッチつけるのが一番手っ取り早いというか、はい、手っ取り早いなっていう感じですね。なるほど。あとですね、ライブ会場の近くでお蕎麦やうどんを食べると運気がアップします。ーラーメンとかでもいいんですよね。はい、それらを食べるとですね、見ている、ファンの方だけでなく、まあ、ストープリも運気上がりますし、来た皆さんも運気が上がるので、ぜひ会場の近くで焼きそば屋さんできる可能性ない。大丈夫、長い行列に並ぶのはどうですか。ああ、それだけでも運気が上がると思うので、ぜひ、はい、じゃあちょっとグッズコーナーはね、はい、行列できると思いますが、はい、ぜひ長いものにね、いい並んでください。オフィシャルグッズ通販と会場受け取りの申し込みね、やるので、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。まあ、詳しくはですね、ツイッターなど詳細載っているのでチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ストプリ Here we go、はい、アリーナツアー、はい、最終選考のこちら受付でございます。イエーイ、こちら前半分ね、最後のこれがもう本当に最後でございますよ皆さん。最後のこちら選考受付ということで、うん、受付始まっております。はい、
もうね、ツイートもされると思うのでですね、ぜひ皆さんチェックしてほしいんですが、いやこれもうね、うん、本当に僕たちやばい、もう1週間に1回回っていくからね。そうだよね、土日はもう、ライブですから。そうよ、土日はもうね、とんでもないですから、うん、これやばいよ。いや楽しみだね、楽しみ、楽しみすぎる。今回前半部分のやつが最終ということで、ほい、はい、こちらでございますね。前半がすごい大ボリューム、大ボリューム、やばいな、ね、やばいよね。みんなどこ行きたい、どこ行きたい、もう全部行きたいけどね、全部行きたいが、ちょっと一番最初のやっぱライブは行きたいな、ね、最初ね、いや最初楽しみ、これ最初大事だからね、本当にそうだよね、もう一発目本当に大事だから。いや逆にでもめちゃめちゃ緊張しそう。確かに緊張しそう、緊張しそう。最初ここから物語が始まりますから、これもう推し、一押しね。仙台といえば、お、仙台といえば、牛タン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 食べたい、牛タン食べたい、牛タン食べたい、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 食べに行くよ。他は、他は、他は、他どこかな。さとみくんがさ、もう住みたいって言ってた、うん、ねえ、うん、福岡もあるよ、福岡も。さとみくんが住みたい街ランキング、住まないと、住まないと、住むか、ちょっとあの物件探しに行かないと。そのまま、それも兼ねてるからね、今回住みたい街、うん、住みたい街、それも兼ねてる、悪いけど明太子ね。お前らちゃんと今回のツアーで住みたいとこ見つけてくんだよ、一人っ子やばマジ、どれ、どこがいいかなって、どこにしよっかな、僕どこがいいかな、行かないとな、やっぱり行って、そういう目線でも見てこないと、やっぱり。あー、なるほどね、うん、じゃあ住みたい、ちょっと探すか、物件。でも俺福岡強いな、それ俺の中で。あー、その中で言ったらやっぱラーメン好きだからね、俺。あー、いいですね、確かに。ぜひ皆さんね、受付期間ね、こうもう本当に最終選考なので、ぜひ皆さんチェックしてくださいよ、うん、よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1月の9日まででございます。なんだかんだ言って、はい、あっという間にもう終わってしまうので、うん、まあまあまだいっかと思ってたらね、あれ受付してなかったとかってなりかねないので、あるある、ぜひ皆さんチェックしてください、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。